フランスの年金改革に反対するデモでパリのルーブル美術館が突然封鎖され、日本から来た観光客も入れない事態となりました。ルーブル美術館の前には入れない人たちが途方に暮れています。というのも入り口の前でデモが行われているんです。ルーブル美術館では27日、美術館の職員らが朝からフランス政府の年金改革に反対するデモを行い、入館ができなくなりました。年間780万人が訪れる美術館が予告なしに封鎖されたことで、日本人を含め多くの観光客が途方に暮れました。モナリザが一番見たかったのに、でも悲しいですね。やっぱ卒業旅行だったからせっかく楽しみにしてたけど、見れないのがとっても残念。28日もフランス全土で大規模な抗議運動が呼びかけられていて、混乱の収束は見通せない状況です。